日常演舞の食の旅へようこそ。さて本日の旅はこちら。ではごゆっくりお楽しみください。スターバックス新作 T3 種を飲みたいと思います。左からストロベリー&ユースベリー、ゆず&シトラス、そして抹茶ラテです。どれもさっぱりいただけそうです。ではまずは夏といえばやっぱりゆずかなっていうことで、ゆずシトラスティーから飲んでいきますね。ではきましては抹茶。抹茶はもともと大好きなのでこれも楽しみです。では、チャンネル登録よろしくお願いします。ラストはストロベリー&ユースベリーと言いますか、ユースベリーって何なんでしょうね。初めて聞きましたよ。また機会があれば調べてみますね。それでは、ゆず&シトラスティーとストロベリーユースベリーはどちらも中に果肉が入っていて、酸っぱさはね、さっぱりとそのできたんですが、やはり果肉が入っていると若干スーッと飲みにくいのが難点ですね。以前ミスドのティーを飲んだ時にも思ったんですが、やはり果肉を入れるのはちょっと好みが分かれそうです。で、その抹茶はかなり苦めで大人な雰囲気の味わいでを出していますね。ほろ苦いのでミルクの甘さと混ざることでちょうどいいバランスになって美味しくいただけました。さっぱりいただきたい時にいいですね。というわけでやはりこの抹茶ラテが一番今回自分のお気に入りになりましたので、代表として5点とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞終演、お楽しみいただけましたか。もしそうでしたらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。ではまた次回の演目でお会いしましょう。